うん、おいしい。手羽元いいっす。うん、やっぱほんとローズマリーが、ローズマリー効いてるね。効いてるよね。うん、効いてる効いてる。こんにちは、フェリーチャー大池です。本日もご視聴いただきありがとうございます。はい、今日のレシピは、今日は鶏ときのこの塩バター煮込みです。おお、なんか急に秋っぽい料理になってきましたね。そうですね、バター使い、きのこも使い、 ねちょっと秋っぽいですね。秋っぽいですね。いいですね。今日は鶏の手羽元を使いますね。おお、いいですね。はい、手羽元ときのこを一緒に塩バターでさっと煮るお料理です。なるほど。で、今日は鶏手羽元と、キノコ3種類ですね。あとはローズマリー風味で今日はいただきます。そしてニンニク、バター、塩、コショウ、オリーブオイル、白ワインです。はい、ということでこのチャンネルでは家庭で簡単にできるイタリアンレシピをご紹介しております。毎日動画を公開しておりますので、皆さんの日々の献立作りにお役に立てると思います。ぜひチャンネル登録もお願いします。お願いします。はい、ではまず鶏にね、下味つけたいと思います。はい、鶏の手羽元、お塩ですね。ちょっと塩をして少し揉み込んでおきましょう。 10% ぐらい目安ね。 1% ですね。あ、 1% 10% しょっぱい ね 1% ぐらい、まあちょっと骨がありますんで 1% よりは少なめでいいと思いますけど、はい、よし。鶏手羽元ってね、あんまり食べないですよね。もう運動会です。運動会、まあお弁当か、やっぱり運動会のイメージで、ここにね、あの銀紙巻いてね、はい、もう運動会でそれが入ってることが楽しみでした。で、結果銀紙も取って下部分しゃぶりつくんだよね。しゃぶりつくそう。なぜ運動会でしか作ってくれなかったのか謎ですけどね、不思議なもんでね。はい、 OK です。はい、ね、さあそれではキノコを手で裂きましょうか。はい、ね、エリンギ、鶏のキノコ、キノコ約300弱ありますね。うん、たっぷりいただきます。いただきましょう。ほんとね、まさに秋っぽい感じですよね。うん、あ、でもエリンギはトータル 300g 全部食べたとしても、炭水化物量でいうと21g ぐらいですね。あ、少な。キノコはね、やっぱヘルシー食材ですからね。いっぱい食べてお腹、ね、あのお腹いっぱいになってもヘルシーですごい、うん、あのカロリー少ないですからね。ほんとほんと。そしてまいたけですね。さて、 OK。 で、ニンニク潰しておきましょうかね。はい、はい、よいしょ。はい、準備完了ですね。はい、鶏が10分ちょっと置きたいので、うん、少し待ちましょうか。はい、さあ鶏焼いていきましょうか。はい、はい、オリーブオイル加熱します。はい、で油が温まりましたんで、鶏をね、皮目から焼いていきましょう。皮目からいきます。OK。 ニンニク入ります。はい、ね、そしてローズマリーも入りますね。はい、一緒にこう風味をつけていきます。あ、そこがポイントですね。はい、ローズマリーね、今日はローズマリーの香りを鶏きのこに移すとね。ローズマリーって香りだけがなんかちょっと、はい、なんかね、フレッシュな香りだけがね、特徴の気もしますけど、実はね、もうリフレッシュ効果だけじゃなくて、もうポリフェノール由来の成分も含まれているから、抗酸化作用があるのでね、いわゆるアンチエイジングのいいと、我々にはもってこいですね。もってこいなんですよ、アンチエイジング。若返りのハーブって言われてるんでしょ。そう、若返りのハーブ、こんな素敵なネーミングがあるとはね。ね、さらにこれアレルギー症状を抑える作用もあるから。そうだから、もう私お酒飲んでると鼻水出てるんですよ。だって、だからローズマリーを片手にお酒飲んだ方がいいのかな。そうだね。そうだから花粉症の時にね、ローズマリーとかね、うん、だから料理で使うとね、いいかもしれない。まあもちろん軽減されるとか、まあ抑えるって話だからね、はい、少しでも良くなんじゃない、ね、どのぐらいあるか分かんないけど、うん、さあ皮目がね、しっかり焼けてきたら、ちょっと反対側にして全体焼いていきます。はい、ね、こう、うん、美味しそうですね。ニンニクはね、焦げそうになったらもちろん取り出してもらって結構なんでね、もしくは鶏の上に避難してください。ローズマリーもそうですね。手羽元でやってますけど、もちろん鶏もも肉でも美味しくできます。美味しそうですね。だいぶ全体にきつね色に焼き目がパリッとついてきました。ではここで白ワイン入ります。ね、はい、OK。 さあそして、ここからキノコが入っていきます。最高だ。最高ですね。そして、バター、たっぷりのバターです。うん、20g ではバター溶かしていきます。簡単だね。これでキノコ火入ったらもう完成だ。あ、そうそうそう、完成。すごい。でもローズマリーがほのかに変わってきますよ、こちら。変わってくるでしょ。うん、うん、ね、はい、それでは、お水入ります。はい、
はい、OK ですね。ひたひたほども水ないので、今日は落とし蓋でね、対流させますね。はい、はい、でもう弱火でキノコに火が通ればもう出来上がりです。出来上がり、はい、だからまあ5分から10分ですね、かかっても10分、うん、鶏も まだ中まで火は入ってないのでこれで火が入ります。なるほど、うん、いいっすね。ちょっと一度混ぜます。はい、ね、OK、 はい、もうあと2分ぐらいですね。キノコはだいぶもう火入ってきてます。はい、キノコがいい感じで火入りました。うん、OK です。はい、こんな感じです。お肉には味付けしてあるんですけど、キノコには味付けしてないので、うん、肉からまあ塩味出てるかもしれないですけど、ちょっと 味見してみていただいてお塩してください。はい、うん、バターの風味が素敵です。はい、はい、味はないのでやっぱりお塩します。なんかレモン入れそうだけど、レモン我慢したね。今日はレモンなしですね。バターレモンじゃなくもう毎回レモン入れたらもうレモンバターの人になっちゃうからキノコに味が入れば完成ですね。うん、香りいい香り。はい、完成です。ではもうお皿に盛っていきましょう。はい、はい、では盛り付けます。うん、うん、バターのいい香りですね。なんかやっぱ天板元ってなんかごちそうな感じするよね。ねえ、我々世代は特にね。うん、すごいキノコの量だね。肉が隠れたじゃねえか。キノコ料理ですねこれね、はい、はい、でここで、ブラックペッパーたっ、これたっぷり引いてください。バターにはね、はい、ブラックペッパーいますから。で、仕上げですね、追いバター。おー、完成です。はーい、はい、いただきます。はい、どうぞ召し上がってください。うん、おいしい。キノコが美味しすぎるね。うん、美味しい。手羽元いいっす。うん、バターいっぱい使ってるけど重くないでしょ。重くない。ローズマリーがやっぱり清涼感を与えてくれてますよね。うん、そしてシャキシャキのキノコね。うん、やっぱほんとローズマリーが、ローズマリー効いてるね。効いてるよね。うん、効いてる効いてる。確かにもも肉だと切るとこのキノコと一緒にいただけるから、またそれはそれでいいかもね。もも肉だとより食べやすいですね。うん、うん、たまにはね、手羽元も使わないとっていう感じです。最後までご視聴いただきありがとうございました。公式 LINE で友達追加していただくとレシピ本プレゼントしております。こちらも登録お願いします。